はい、どうも。とりあえず続いて、設営が終わりました。まあこんな感じになってますね。まあソロキャンプでバイクで持ってきた感じではかなりいっぱい積んで持ってきた感じだと思います。ちゃんとコットも持ってきたしね。まあこんな感じになってます。焚き火台は新しくキャプテンスタングのね、僕これのもう一個ちっちゃいやつ持ってたんですけど、B5 サイズのやつを買いました。ちょっとね、木燃やすのにちょっとしんどかったんでね、はい、買いました。まあこんな感じです。はい、知り合いと一緒に来てるんですけど、別でね来たんですけど、これ持ってきはったんですけど、いろいろ、そんな和歌山でしたね、ちょっと乗らせてもらいましたけど、僕は体重が重たいせいかなかなか進まない。しかもこういうところですからね、坂なんですよこれね。重たいせいかなかなかちょっと進まないですね。あといろいろ問題も抱えてるみたいなので、またそれは別件でね、話をしてみたいと思います。ではでは。はい、どうも。とりあえずもう早いですけど、ご飯を食べてます。もう一人来てるんですけどね、基本的に、ソロキャン同士でやって、装備とかをね、ちょっとソロキャンで、ちゃんと耐えれる装備かどうかお互い確かめようということでね、いろいろやってます。これね、キャンプで良かったなと思うのは、これワークマンで買ったんですけど、このカバンね、まあ燃やす木入れてきたんですけど、500円くらいだったと思うんですよね。結構ねしっかりした生地で、なんていうかすごい良かったです。これもワークマンですね。なんていうか耐熱グローブっていうか、持ってたんですけど、耐熱グローブ。ちょっと、大きいやつだったんでね。ついでやからと思って、安かったんで買っちゃいました。で、これも、保冷バッグね。これもなんかちょっと変わったやつなんですけどね。ネットで見つけて、結構保冷時間が、こう見えるかな。48アワーとか書いてますけど。今日さすがに、バイクの上に積んで、なんていうか、直射日光当たりまくってたんで、結構溶けちゃってるような気はしますけど、まだ十分冷たいです。ね。一個ね、良かったのがね、これ、ダイソーで買ったんですけど、ちょっと、なんていうか、ちょっと、これ見えるかな。ご飯が、緊急時に炊けるっていうやつ、この袋なんですよ、袋。ね。なんか頑丈な不織布みたいなやつ。家でお米入れてきたんですけど、袋にお米入れたまんま熱湯にね、15分ブクブク沸騰させて、で、その後水を切った後にそのまま蓋して蒸らして、10分から15分で、そしたらもうご飯取り出してね、完成っていうことで、今2つやったんですよ。2つ多かったです。こんな感じ。もう袋から出すのも面倒なんで、全然普通に美味しいんですよ。これ、かなりキャンプでは良さそうな感じが、火が消える。しますね。このダイソーのやつはね、結構便利でした。3つ入って100円だったかな。だから、そんなにコスパ的には良くないと思うんですよ。3つやったかな。何個入ってたのかな。ちょっともう、4つですね。4つです。4つ入って100円。うん、だけど、便利。とても、ね、いいと思います。はい。あとは、まあ、ちょっと買いすぎたような感じはするんですけどね。はい。まあ、明日の朝ごはんも、あるんで、ほどほどに、ビール飲みながらやってます。ではでは。
はい、どうも。イチャビってね、大きいのを買いすぎましたね。ちょっと食べれるかどうか、ちょっともう一人の人とね、シェアをしようかなと思うんですけど、結構ね、もう一人の人もいっぱい買っちゃったみたいで、食材が余ってます。だから、ちょっと一人で頑張って食べないとね、ダメなんですけどね。これちなみにね、分厚い鉄板ね、ちょっと買ってみたんですよ。アマゾンで買ったんですけど。やっぱりなんとなく気分的なものかもしれないですけど、美味しいですね。はい。よいしょ。ちょっとこれじゃ持ち上がらないな。よいしょ。あ、やばい。やばい。あ、熱い熱い。結構な感じの、になってます。頑張って食べようと思います。ではでは。おはようございます。2日目の朝です。結構ね、涼しかったですね。っていうか、寒いくらいでした。よいしょ。はい。まあ、最初これいらないかと思ったんですけど、布団代わりにね、やっぱりないと寒かったですね。で、僕は結構寝れない方なんですけど、この枕良かったですね。なんか今回すごい寝れました。1回2回は目が覚めましたけど、これ良かったな。空気も抜けないし、空気の弁がちょっと変わっててね、2段階になってて、この段階で口つけてビューッとやるとすぐ入ります。抜く時もこうやったらすぐ抜けるし、これが良かったのかな。これは安いやつですけどね。コットはね、まあ、ここちょっとね、傾斜がついてるんですよね。で、こんなやつをこう、反対側に、ここ、下側につけるんですけど、傾斜がついてるから、ちょっと動くと、ほら、こんなんで止めてるだけだから、パタンってね、潰れちゃいました。潰れたっていうか、まあ全然外れちゃうんですね。だからね、潰れてはないですけど、使い物にならないですね。やっぱりね、傾斜がついてるとね。はい。とりあえず今日ね、昨日ナビ見ながらナビちょっとねやってたんですけど、道の駅数軒回りたいなと思ってます。とりあえず朝ごはんとか用意してね、行こうと思います。ではでは。はい、じゃあね、撤収作業も完了したんで、そろそろ、出たいと思います。とりあえずチェックアウトね、行きたいと思います。やっぱりあれですね、パッキング現地でする方が大変ですね。あとはやっぱりこの土なんでね、ちょっと僕サイドスタンドこうなんで拡張するやつつけてますけど、結構ねやっぱり土だとしんどいですね。はい、どうも。さっきね、いきなり SD カードがもうワンパンになってね、切れちゃいました。ごめんなさい。今チェックアウトね、特に何もなかったんですけど、ゴミの処理だけね、して今から出発しようと思います。今現在ここ牧野高原キャンプ場なんですけど、そこから、ここね、牧野追坂峠でいいかな、まあ、ここを行って、で琵琶湖のね、東岸をずっとできれば回って、まあ、できるだけね、今日も30度超える、快晴なんでね、ちょっともう限界があると思うんですけど、できるだけこう回っていきたいと思います。まずは一番高近いね、マーキーの追坂峠っていうところね、行こうと思います。昨日一応地点登録だけはしといたんでね、目的地設定。
ここでね、何でしはい。じゃあ充電だけちょっとね、あれですよ、もうまずくなってきたんでね、例のこのちょっと下は取れないけどポシェットのとこから給電しながらね行こうと思います。ではでは行きますよよよし、じゃあ行きましょう。なかなかね、思ってたよりはバイクのキャンプ、なんていうかな、楽って言ったらあれですけど、もっとなんか辛いものかなという、勝手な思い込みがあったんですけど、車のキャンプだと、こういっぱい荷物をね、あれこれ、積みたくっていうか、もうとりあえず積んどけっていう感じでいつも言ってたんですけど、まあかなりまず荷物を減らさないといけないんで、厳選して持って行って、でテントとかそういうのもコンパクトなテントをね、選んで、まあ、僕の場合はモンベルの、テントをね、よいしょ、今回は、持っていきましたけど、まあ、テントと タープは DOD っていうとこのやつかな、バイク用のなんかテントじゃないタープを、ちょっと前にね買って、まあ、2回くらい使って、今回で2回目かな使ったのが、それでやったんですけど、まあ、設営もだからどっちもね、テントもタープもそんなに難しくないっていうか手間がかからない、感じの、もので、だから結局設営とかの時間がすごいこう短く済んで、まあ、楽だったっていうね、感じに、なりました。だから思ってたよりもね、なんかこう楽しくってキャンプ行くのに楽しい、辛いとかそういうのはないんですけど、まあ比較的楽にね、することができました。で帰りの荷物のねパッキングもほどほど、今日はまあ晴れてるのもあるんですね、天気が良かったので、今めちゃめちゃ晴れてますけど、ちょっと前まで若干雲がねかかってて、まあだから片付けパッキングしてる時はちょっとこうなんていうんですか、涼しくやることができました。で今日行った牧野高原っていうところがすごくやっぱ高原でこうね、山の谷間のこうどこか続いたようなところにあるんで、風がね結構ずーっと吹いてて、到着した時はねかなり強風、本当にテントタープ立てるのがちょっとねしんどいなと思うくらいの強風だったんですけど、だいぶね夜とか夕方くらいが落ち着いてきて、風もで夜はすごく涼しく、逆にちょっと寒いくらいでね、寝ることができました。なんか快適でしたね。なんかよく寝れました。なんでだろうな。朝も多分、寝ぼけた状態で言ってたと思うんですけど、パッキングがね、パッキングがパッキングじゃない、あれ、枕がね、結構良かったんじゃないかなと、思ってます。膨らます式のね、やつだったんですけど、あれが意外と一回寝ててちょっとね、パンパンまで膨らせないで使ってたんですけど、ちょっとね寝てて枕低いかなと思ったんでパンパンまで膨らせてねやってたんですけど、そしたらね、すごくね、そしたらもうちゃんとね、寝ることができました。
いやー、まあ良かったです。楽しかったですね。はい。いい気晴らしになりました。で、とりあえずね、昨日がちゃんと寝れたっていうのもあるんですけど、まあ今日、できる限り、道の駅ね、回りたいなとは思うんですけど、寝れなかったらもうしんどいかなと思ったんですけどね。まあまあ、しっかり寝れたんで。でも今日もね、なんかこう、予報っていうか熱中症のね、ちょっと注意みたいなのが、こう、天気予報で出てたんで、スマホに。まあ、どれだけ頑張れるか、ちょっとわからないんですけどね。今みたいにこうやってずっと走ってたら全然涼しいんですけどね。これがまた渋滞とかに巻き込まれていくと、だんだんと体力を奪われていくと思うんですけどね。で、1軒目、2軒目。1軒目、2軒目くらいの道の駅は結構近いところが続くんで、ちょっとそのあたりね、あんまり近いところポンポン回るとね、乗ったり降りたりが結構しんどいんで、まあどんな感じになっていくか。あー気持ちいいな。でも風もあって、いやいや本当になかなかこうバイクでキャンプっていうのもいい感じですね。ただやっぱり今回高原のキャンプ場でなんていうかキャンプするところの横付け、バイクを横付けできたんでね、まあ荷下ろしとかは楽なんですけど、やっぱりバイクがねこうサイドスタンドが土にめり込んでいくんで、まあ僕はもともとねサイドスタンドの底が錆びたりもしてくるからって、何ですか、アルミの、アルミかな、アルミだろうな、ちょっとこう何ですか、くっつけて、まあ、気づかなくなるのと、あとこうサイドスタンドのこう面積がねちょっと広くなるっていうやつをつけてるんですけど、まあそれつけてるので、まあめり込む、あんまりですよ、まあ、ちょっとはめり込みますけど、まあいけま、なんとかいけました。だけど、なんていうかな、パッキングしてすごい重たくなってるんで、バイクが。それ、僕、それ、その足につけるやつつけてても、ちょっと怪しかったですね。しかも、もともとスキー場っていうか、冬場スキー場のところのキャンプ場なんで、傾斜がそれなりについてるんでね。だから、ちょっとね、これ感知してくれてるかどうかが、出た出た、もうこの前もえらい、この前のとこあんなんなかったんですよね、前のどっか行ったところの。あ、あったあった、近い近い、近いのはいいんだけど、近いのもまた、っていうか、そうか、まだ、あと、どっちや、こう、こう、こうか。バイクの駐輪場はどこかいな。もうね、結構、回っていかないとダメなので、どんどん。もうパパッとね、パパッとハンコだけ押したら行こうと思いますけれども、ここでいいか。さあ、じゃあ、ハンコだけとりあえずもらってきます。よいしょ。はい、じゃあ行こうと思います。よいしょ。とりあえずさっき拾いとこうか。
あ、これやね。ここですね。さあ、どこでしょうか、ね。ここはマックなんぼかな。550円。いきなりやな。よいしょ。あるんですかね、ちょっと適当に見ていこうと思います。はい、ね、今牧のこの追坂峠かな、ここ行きました。チェックインで次がここですね。塩津街道かな、よいしょ、ここね、ここ行きます。ここもそんなに遠くはないですよね、多分。10キロ。よいしょ。しかしね、暑いですよこれ。なんでか知らんけど、ヘルメットかぶった方が涼しく感じるっていう、顔とかは。おっとっと、さあさあ行きますか。よいしょよいしょよいしょ。さあ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 、よいしょよいしょ。さて、じゃあ行きましょう。これは右へ行くのかな。うん、多分右でいいと思うんだけど。早いのが来たな。よっしゃー。あ、なんか綺麗な、向こうから来ましたからね、さっき。よいしょ。はい、ではでは、とりあえずまあ近いんでね、パッとパッと行っちゃいましょう。ではでは。はい、ね、バイクの人が多いですね、やっぱりね。もうそろそろだと思うんですよね。あれかな？あ、違うな。まだもうちょっとあるのかな？なんか山あいの道だから、あんまり信号もなく、順調に、流れております。ほどほどに。はい、もうそろそろね、着きますね。だいぶバイクの人が多いですね。いや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 、走ってて気持ちいいですよ。やっぱりね、風があるとだいぶ違いますね。この近辺のはずなんですが、右側にあると思いますけれども、どうなんでしょう。
これ信号曲がったとこかな、曲がって右かな。塩津、塩津、飛んでる道のとこ出てきましたね。もうちょっとかな、あ、あれかな。お、渋滞してますね。渋滞ですね。はい、到着です。道の駅塩津ですね。塩津街道味釜の里、味釜の里、味釜って何ですかね。とりあえず僕はあれなんですよ。情報センター的なところ。とりあえず、ここでもいいかな。とりあえず到着です。はい、じゃあ行きましょう。しよっ、どこでしょうね。あった、これやですね。じゃあ行きましょう。道の駅のここら辺かな。違いますね。どこでしょうね。こっちは、あ、こっちかな。違うな。わからない。どこかな。向こうトイレだけだと思うんだけど。何を言ってたら多分あったー、分かりにくい。
よし、 OK、 よし、じゃあ行きましょう。はい、ゲットしました。はい、そしたらこの味釜の里、これ OK ね、行きました、チェックイン。はい、で次が湖北水鳥ステーションね、ここ行きます。よいしょ、湖北水鳥ステーション目的地。まあ今の2軒はねすごく近くて、次もそんなに今見たら遠くないですよね、12キロ、あんま変わらないですね。よいしょ、あ、そうや、ちょっとねバッテリーがねやばいんでね、ちょっと充電しながら行ってます。昨日ね3本まあもう優先せずにずっと来てたんですけど、全部バッテリー使い切ってしまったんでね。よいしょ、はい、じゃあ1個いきます。よいしょ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 、いいかな、はい、でこれは右ですね多分ね。よいしょ、はい、じゃあ次のとこまで行きます。前に大集団が、前の3台とあのスクーターはまた別ですかね。あ、なんか集団に混じって僕もこの仲間みたいになってますけど、さあさあさあ、とりあえず、まあ、もう今日はね、まあ、できるだけタンタンとも回っていきますんで、はい、まあ、また撮りたいとこあれば撮りますけどね。琵琶湖が見えてきましたね。お、風が。お、風が。傾斜、ちょっとバンクがついてて、あんまり。ああ綺麗ですね。ここからまた山の方入っていくのかな。はい、じゃあまあとりあえずまた近づいたら撮ります。ではでは。はい、今ねさざ波回廊という道が入ったみたいですね。なんかあれですね、気持ちのいい直線の道路っていう感じですけど、ずっと琵琶湖の湖岸をね、周回で回ってる道をずっと走ってる感じになると思います。多分もうナビで言われた通りね、走ってますけど、はい、で長浜の方にね、入りまして、今からまあ市内の方にね入っていく感じになります。この辺りも観光で来るんだったらね、またいろいろ見るとこもあるんでしょうけども、今日はもう時間もそんなにないので、もう淡々と道の駅だけを回って、行こうと思います。なんだかんだ言ってね、やっぱりキャンプもやってそれなりに疲れてるのは疲れてるんで、まあ、あんまりこううろうろせずに行こうと思います。帰ってから片付けもね、しないとダメですからね。なんでそんな右寄りに走るのかな、ちょっとはみ出してるけど大丈夫でしょうかね。ちょっと怖いですね。はい、いいですね。なんか
梅雨もね、梅雨の合間ですけど、まだ開けてないですけど、だいぶ空気がね、夏の、日本の夏の香りがね、こう、してますね。ちょっと青臭いというか、湿度が高くてね、まあ、なんていうかね、虫の匂い、なんていうの、こう、木とか草のこの匂いというか、そういうのが、してあれですね、なんか夏っていう感じがしますよね。キャンプ中にもね、川かな、何箇所か噛まれちゃいましたね。一応蚊取り線香は焚いてたんですけど、川じゃないのかもしれないですね。なんかとりあえず刺されちゃいました。はい、じゃあまあまあもうちょっとあると思うんでまた撮ります。ではでは、はい、さざ波街道を走っております。琵琶湖のね、湖岸です。とても気持ちがいいですね。今日はそこそこ風も強いですね。バイクで走ってるのもありますけど、とても、心地よく、涼しく走れてます。とりあえずね、あ、見えましたね、水鳥ステーション 1.7 キロ、もうちょっとですね。はい、あ、本当にバイクがいっぱいいてるな、すごいなぁ。来る時も言ってましたけどね、ずっと平日うろうろしてることが多いんで、なんというかね、あんまりこうバイクともすれ違わないんでね、いつもはね、どっか行っててもすごいなぁ。あー気持ちいい、とりあえず。まあでもこう、今回ね、平らな道路っていうか、あんまり山の中走ってないんであれですけど、このフロントスプロケット、僕は16丁が合ってるみたいですね。荷物積んでてもなんかあんまり違和感というか苦痛はないですね、全然。あ、着いたかな、あれかな、濃いですね、濃いですね。どこから入るのかな、あ、違うか、もう一個向こうか、野鳥センターとか書いてましたね。あ、これか、あったあった。ここですね、はい、到着、水取りステーション到着。さあどこでしょうかね。どこにあるのかな、まあ、とりあえず向こうの方止めましょうか。よいしょ、こっち止めといて、よし、じゃあとりあえず反抗しに行きましょう。